こんにちは、デモレスパワープルアプリやっていきます。今回は北斗世紀末高校の雑談やっていきましょうということでですね、先ほどパワープル TV の放送がありまして、お知らせの方にもパワープル TV の情報会を配信中ですという情報がありました。でそこで放送された内容を少しかいつまんで皆さんと雑談できればいいかなと思ってます。よろしくお願いいたします。ということでですね、まずイベキャラたちの紹介が番組内でされていました。もうめっちゃ楽しみ、新キャラということで、今回は5キャラの紹介かなをさせていただきたいと思います。まずヤシの2キャラこちらです。ジャギ、そしてトキ、北斗の兄弟たちが続々とイベキャラにと。でジャギの方は得意練習走塁祝福、そして運が良ければ伝言石化投手鉄仮面、トキの方は芸術的流し打ち変幻時代という形になっております。まあ、今のところ北斗の世紀末高校がものすごくこうなんでしょう、不透明なので使えるかどうかっていうのはわからないです。で北斗高校の、まあ、北斗のコラボキャラが有利に働くシステムだということは理解はしているので、そのあたりも含めて後々話ができればいいのかなと思っています。まあ、今のところかなり不透明です。でパッと見だけで言えば、うん、得意練習走塁と守備かっていうところと、まあ邪気に関しては祝福は強いけど電光石火かというところです。時に関しては、守備の条件かな、芸術的流し打ちと上限が一つもらえるっていうところでしたので、またこう守備練習のね、得意練習守備のキャラのこう活かし方っていうのが少し出てくるのかなと、今後ね、そういう風には思っております。でまあやはり上限っていうのは大事な要素なのと、あとは後々出てきますが新特殊能力ね、これね、これがかなり大事な要素にもなってくるので、ジャギなんかもね、新電光石火なんてね、まあまたその話は後々させていただきたいと思います。まあ、パッと見た感じは、うん、まあものすごい欲しいっていう感じではないなというのが正直な印象です。ただ北斗高校のねシステムの、まあ、いかんによっては必須キャラということになってくるので、まあ、ガチャが来た際にはぜひぜひ手に入れたいかなという感じがします。そして次、投手2キャラですね。ラオウ、そしてサウザーと。で、ラオウの方はスタミナと球速、そして不動の4番、エースの風格、もしくは街道。サウザーの方は情熱エール復活、もしくはオリジナル変化球で得意練習変化と。まあ、この投手陣2人は相当面白いんじゃないかなという感じはします。ラオウの方はスタミナと球速ということで、得意練習、まあ今流行りの2種練習で、エースの風格というのは、まあ、何の上位になるか分かんないんですけど、威圧感投手マンとか分かんないね。まあ、その辺はちょっと分かりません。で、カイドウに関しては、後々話す新特殊能力のところですね。で、今有利に働く可能性が非常に大きいと思っているので、まあ、ラオウに関してはかなりこう、必須級になる可能性高いなと。でサウザーに関しても変化で復活ということで、まあ、サウザー、そして、まあ、闇野とかね、こう得意練習が一種連のキャラで変化なんだけど、ものすごくこう超特殊能力強いというキャラが今回は輝きそうな印象を持っています。その辺もまた、高校のシステム紹介でね、させていただければいいかなと思います。まあこの投手陣2人はかなり強そう。でガチャの排出タイミングも野手の2人が先、そして投手の2人は後ということで、まあ、石は、まあ、計画的に使いましょうというのは僕の中ではありますね。まあ、この投手陣の方が、まあ、世紀末高校がどううんぬんは分かんないんですけど、まあ、幅が広そうだなっていうのはこの投手陣2人かなというふうには思っています。まあ、変化で復活っていうのは相当強いと思うけどね。すみません、音声がバグったので一回切って戻ってまいりました。ということでこの辺がまあ本当にメインのところには、ガチャの方はメインにあるのかなという感じはしています。そして
リンちゃんが相棒イベキャラとして登場しますと、野手アーティスト投手みなぎる活力と。でアーティストに関しても、まあ、また後々ご説明させていただくところで、あだからアーティストなのねという形にはなると思います。なので今のところは、まあ、この相棒キャラでアーティスト、まあ、彼女キャラでアーティストっていうキャラはまた今後輝く可能性は非常に大きいかなというふうに思ってます。はい、ということで次ですね。彼らの勇姿に胸を震わせた一人の球児が北斗高校に足を踏み入れるという感じで、ちょっとかっこいい感じのナレーションをしてみます。はい、でまあいろいろ一悶着あって、ケンシロウのおかげで野球部は奇跡の復活を果たしましたというところから、高校のナレーションが始まり、そして新シナリオ世紀末北斗高校と、はびこる悪党練習場所と彼女を奪還せよと。で練習場所から敵を排除せよと。で画面のように練習場所に敵キャラが、モブキャラが、まあ、たくさん出現しました。でそこをどんどんと排除していくとボーナスがもらえますよと。で主人公の選手能力を上げると、おそらく排除できる人数が変わるのかなというところと、彼女がさらわれますと。でまあ、このモブキャラたちの右上あたりにソウルジェールみたいな感じで彼女が幽閉されますと。で幽閉されると彼女候補のイベキャラが出現、まあ、イベントが止まるので告白が来てないと結構まずいかなっていう話と、さっさと幽閉されて救い出せると評価がいきなり80とか上がるみたいなんで、その辺は彼女の評価を、まあ、そんなに追わなくていい、まあその一つの練習で追わなきゃいけないので、まあ、一緒っちゃ一緒かもしれないんですけど、まあ、その辺はやりやすくなったのかなという感じはしますね。もうこれ一層救い出したら普通にその場で告白とかしてくれるとすごい助かるんですけど、なんかそんな感じだとこう彼女のねことを気にせずに前に進めたりしていいのかななんて勝手に思ったりはしています。はい、そして立ち上がる狩猟に決戦を挑みと、シナリオ専用コマンドの決戦、練習場所の敵を一定数に減らすと狩猟の居場所が分かるのでコマンドから決戦を挑もうと。で勝利の賭けは敵を蹴散らしてしっかりの休養を取っておくことと。これは多分やりながら感覚値を掴んでいくのかなという感じはしています。で、右側の画面ですね、ハートと。ハートはねもうなんか別のね角度からね僕は知ったところがあるので、確かなんか VTuber でハートを本当面白い。まあそんなことがあったりとかして、ああなるほどねと、そういうのもあるんだなと思いつつ見てました。でまあそこが、まあこの決戦というコマンドがどの程度ね、まあ多分決戦でこう狩猟を何人倒したら超特殊能力とかは条件でありそうだなという感じはしますね。あとはまあ後々こう出てくるシステムの中でこれやったら銀得なのかなっていうのはいくつかなんかこう目処が立ったではないですけど、まああったあるのかなという感じはしています。そして世紀末を制する術と、術必殺技アシスト、はい、北斗の剣コラボを関連キャラと一緒に練習すると一定の確率で必殺技アシストを約束してくれます。アシストを受けると経験点が増えたり、排除できる敵の人数が大幅に増えますと。決戦時も発動可能で、狩猟への勝率が上がりますということで、北斗キャラを入れるのは大事ということですと。でそれを考えると、まあ、まずケンシロウは入ってくるのかなという感じと、まあ、今のところジャギー、トキどっちっていうのは分かんないんですけど、まあ、上限のこととかを考えると、まあ、ジャギーじゃないか、トキの方か、トキの方はあるかもしれないなという感じです。まあ、守備連が組みにくいっていうのと、守備だったような上限、守備の上限だと、まあ、佐伯と被るので、まあ、そこでどうすんだろうなっていうのは多分生まれるとは思います。ただまあ入れた方がやっぱこの必殺技で敵を蹴散らしてさっとこう前に進むっていうのは大事なので、まあ、次のスライドでも紹介するんですけどかなり大事そうなので、北斗コラボキャラは1人ないしは2人くらいは入れた方がまあはかどるのかなという感じはしています。はい、ということで、世紀末を制する術丸に世紀末タック練習と、敵を全て排除した練習場所でのみ発生する特殊なタック練習、スペシャルタック練習が発生しているとき、他に得意練習が一致しないイベキャラがいると世紀末タック練習が発動しますよと。
より多くの経験点がもらえるとともに、すべての練習場所にいる敵の数が少し減りますよと。で、これ見てもらうと分かるんですけど、セクション1の3ターンでもう組めてるんですよね。ということは、おそらくなんですけど、かなり早い段階でこの世紀末タック練習でやっていけるのかなという感じはします。で、急速に関しては、ラオウとニジタニが2人ともタックしてるので、まあ、どういう感じなんだろうなっていうのはあるんですけど、まあ、だいたい取得経験点の 1.34 倍ぐらいっていう形になるのかな、おそらく。ちょっとわかんないですけど、その辺は。まあ、なので、早めに、こう、オタク練習をこう呼び込んで、やっていくというところと、まあ、変化スタミナあたりは固めといて、組んどくと結構違うのかなという感じはします。ちょっとこれ本当に、何回かいろんなサクセスやってみて、見てみないとわかんないので、今のところは結構早い段階でこの世紀末タック練習できるんだなぐらいの互換格値かな。そうですね、スペシャルタック練習が発生しているように他に得意練習が一致しない選手指から言うと、まあこれはなかなかこう組み方が、まあ西谷を外す選択肢もありかもしれませんね、こういう感じで書かれると。で、まあ難しいですね。ちょっと組み方が何とも言えない。やっぱりそのなんだろうな、変化は外せないキャラが多いと思うんですね。サウザーも外せないし、西谷も外せないし、まあね、それこそヤミナとかね、こういろんなキャラが外せないかなとは思うので、ここでも結局まあ2種練習のキャラが非常に大事になってくるのかなという感じはしていますが、まあどうなんでしょうね。まあこれはやってみたと思います。そして、高校の金徳ですね、強心臓、形勢逆転、怪物球威、速球、プライド、そしてアーティスト、名教室、恐怖の満了と、あ、支柱、なるほど、佐伯殺しですね、完全に。佐伯入れられない、邪気、時の時代になったんだな、佐伯入れられないんだね。あー、なるほどね、あー、なるほどですね。これは、まあ、どうなんでしょうね、守備の条件っていうところもあるので。まあ、最近を無理に外す必要はないかもしれません。ただ、まあ、最近を外そうっていう、こう、意図を感じますね。意図を感じるのと、すごくいい、なんかこう、新鮮な感じがしますね。やっぱり、その、なんでしょう。イベキャラが固まりすぎるのは良くないな。まあ、良くないというか、こう、なんかいろんなキャラ使いたいなっていうのは絶対あるので、僕の中でも。なので、まあ、こう、もう、あからさまに再起使わないでくださいね、というふうに言われてるような気がするので、まあ、素晴らしくいいものかな、という感じはしますね。はい。で、あとは、まあ、この角田の救い出しイベントで80評価が上がったりだとか、で、敵のいない練習場所でスペシャルタック発生、ギリ得意練習が違う選手、イベキャラがいると発生する世紀末イベントとか、世紀末タック練習とか、まあ、そんな話がありましたというところと、そして世紀末百花伝説2というイベントをですね、また始まるみたいです。で、ここが新しいケンシロウ、トキ、レイが最初から味方チームにいます。で、トキの打席時もしくは、北斗上波眼鏡かな、持ち込み時に発動して敵の多くを、全ての敵を倒すと多くのボーナスポイントがもらえますよと、ボスがサウザーとラオウになりますよと、称号の報酬も一新されましたよ、イベント報酬は相棒キャラのリンですという形になってます。で、ここが新しいその2、視聴性対決は挑戦するかを選択できると、これはいい調整だと思いますね、マジでこれは必要だと思いますね。もう本当にどんどんこう視聴性で叩き込まれていたので、選手が墓地送りになっていたので、まあ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 死者蘇生ぐらいの回復アイテムあってもいいんじゃねえかと思いつつも、まあこういう調整が素晴らしくいいのかなという感じはしています。そして試合で獲得できる種もみが増量しました。スコアボーナスは3、4、5番の3選手のみですと。で、その他の変更点に関しては、いつでも選手を仲間にできる、ボス戦で負けても戻らない、などなど遊びやすさが向上したようです。で、それに関して、このキャラたちが、スコアボーナスキャラになりますよと。で、ケンシロウ、シンは前回出てきたキャラで、レイはイベントで出てきたキャラですね。プラスして、トキ、ジャギ、そしてリンということで、まあ、まあ、サブ特攻もおそらくつけ、まあ、さすがにつけるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そのキャラたちを使いながら、イベント選手をね、まあ、3人
あるはずなので、まあ、そこはいいのかなという感じです。そしてここからそのあのシーンですよとシーンですよというところです。はい、これが新超特殊能力だということで、新超特殊能力とは既存の特殊能力の上位パワーヒッターアーチスト、それが新アーチストになるということで、査定爆上げでしょうという感じです。まあ、査定が2倍つくんだったらアーチ重ねも考えますがねというところです。で、まあおそらくなんですけど、これはまあ公式の情報でもなんでもないんですけど、パワーヒッターって、まあ、数値だけで言うと多分そのチームランクが上がる幅が70とされていますと。でそれにアーティストを足すとおそらく14か28、まあ、98か84ぐらいの査定値がパワーヒッターと込みでつけますよということになってるんですね。でかいつまんで言うと、結局他の特殊能力、例えば初級とかは数値で言うと28つくんですけど、それが1級入魂つくと、プラスで56とか70つくんですね。そうすると結局、パワーヒッターみたいなこうポイントをたくさん使って取ったにもかかわらずアーチみたいなね、なんかその効率が良くないとされるものがありましたと。でそういったキャラたちは結局、ああじゃあ他の特能取った方が選手ランク伸びるから使わないねという話がずっとあったと思います。でそれを改善するためにね、この まだこの査定とか運とかわからない人のために、まあ、説明をするんですけど、まあ、そういう状況がありながら、こうじゃあどうしたらいいかという話でこの新アーティストという制度が入ってきたのかなという感じはしますね。ですごくいい試みかなと個人的には思います。でそれをこう促進させるためではないですけど、野手のね正規罰高校にはアーティストの特能が取得できるというところです。でこれがまあ査定値どんだけつくんだろうっていうのが正直大事なところかなと思います。でプラスして、まあ、じゃあどうやったらこれ手に入れられるんですかという話なんですけど、すでにアーティストの特殊能力をしっかりとポイント使って取得していった後にアーティストの取得イベントが発生すると新アーティストのコツがつかめますと。なのでコツを取得せずに、あごめんなさい、コツをゲットはしたんだけど能力としてアーティストを取得せずに、アーティストのイベントが起きるとただアーティストのレベルがアップするだけですというところなので、アーティスト取ったら速攻取りましょうと、アーティストはねいう話を覚えておけば間違いないと思います。まあそういった形になるのかなというところと、マジで査定いくつつくんだろうっていうのがまあ本当に興味本位と言いますか、あとはアーティストを持っていったけどマックを使いにくかったキャラはまたこう日の目を見るのかなというところで、パープロ TV の方ではまあマキシマム使おうかなみたいな瀬戸さんがそんな話をされてましたという感じですね。でまあアーティストのキャラでまあ損を食ってたキャラって今なんかパッと思い浮かばないんですけど、どうしてもなんか滝本とかが頭ちらつくのでまあ誰だろうなみたいなところはあるんですけど、まあでもこういう形になったのでまたこうね新しい強いキャラでアーチなんかが入ってくると、こう構成どうしようかなっていうのは入ってくるのかなという感じします。ね、そして新アーティスト、そして新カイドウと、ちょっとねカイドウはやばいと思う。カイドウは結局その同盟が確定でくれて、まあ、特殊能力でゲットできるというところなので、まあこれと今回登場するラオのカイドウコンビはまあちょっと見逃せないかな。まあ投手の方がちょっとまたワンランクインフレあるのかななんて思っていたりは、僕は思っていたりはします。皆さんはどんな感じで思われているでしょうか。多分まあこのキャラあのキャラっていると思うんですけど、パピオとかねカイドウだったらね、なんかこういろんなデッキ幅がまた広がりそうだなっていうのと、まあこれが正直金の特殊能力1個分ぐらいの査定値だったら、じゃあ別に一家カイドウに積む必要ないかっていう、全くこう逆戻りにはなるので、まあその辺の調整をねどういう感じでされているのかっていうのが、まあ今回の楽しいところかなと、期待するところかなという感じはしています。はい、で内容盛りだくさんでしたか、いかがでしたでしょうか。ぜひぜひ皆様北斗高校、まあ、もうすぐ来ると思いますので一緒に楽しみましょう。僕も来たら頑張ってやりたいなという感じはしています。
今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録高評価お待ちしております。あと大阪に今いて3月3日ね、イベントで出演させていただきますので、ぜひぜひ皆様大阪にお住まいの方、大阪にお住まいでもない方、お時間があれば来ていただけたら嬉しく思います。またツイッターのアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。